それでは今回は、現像して長いまんまのフィルムをカットする作業ですね。現像したままのフィルムでこう長いんですけれども、でこれ36枚撮りのフィルムだとだいたいね150センチぐらい長さありますね。でやっぱりこれ長いまんまのフィルムって見たことないと思うんですが、現像した後プリントするときはだいたいねこれ長いまんまやります。もちろんこの切ったフィルムでもプリント作業はできるんですけど、長いまんまやった方がいろいろ手間が省けるので、まあ、長いまんまプリントして、でプリントし終わってからカットする感じですね。じゃあちょっとこれカットしていきます。ちょっと絵柄がはっきりしないとちょっとカットできないです。こういう感じですね。まあ、大体こうなんです。まあ、ちょっとこれお客さんのネガなんであんまり何が映ってるか見えてしまうとまずいので、ちょっとあんまりお見せできないんですが、これはノーリツ工機っていうメーカーのエンベロッパーっていう機械になります。これ、ここからネガを差し込んで、で、これ、まあ、ここでこう切るわけなんですけど、切った後これをこう上に上げるとネガがスーッて入ってくるんですね。で、カットすると、まあ、ネガが切れて、でネガシートが自動的に1枚、まあ、1段出てくると。集配ラボ、要するにこう工場でやるようなところだと、もうこれね本当にフルオートでバッサバッサ切っていくんですよね。まあ、もちろんその細感がはっきりしないところでは自動的に止まるようにはなってるんですが、あれ見てるとね結構なかなか壮観ですよ。すごいですよ。で私、まあ、昔そういう現像で働いてた時に、まあ、その正式にそのネガカッターの担当者になったことはないんですけど、まあ、夜中とか午前1時とか2時になるともうアルバイトさんとかが帰っちゃってやる人がいなくてですね、結局私がなんか最後一人でこうモスモス切ってるみたいな、そんな時代もありますね。まあ、こういう感じになりますね。一応中、まあ、どんな感じかっていうと、ね、まあ、ここにこうネガシートが入ってますよね。でこれですね、でこれがもうどのぐらいだろう、半分ぐらいは使ったのかな。このまあ新品のネガシートだと8000ピース分ぐらいあるのかな。24枚撮りのフィルムを5段で切ったとすると、確か1600本ぐらい切れるはずですね。うちの店でも最初の頃は、やっぱりそれなりに結構フィルムの現像本数があったので、ロールネガシートこう1個がですね、で半年、持たないですね、持たなかったですね。だけど今は多分ね1年ぐらいは持ってる感じですよね。あんまりネガシートってこう本屋さんに発注してるイメージがもう今あんまりないので、あ、まあただあれですね、やめたお店がこう使い残したロールネガシートなんかが、まあいろんなところ経由してうちに来るんで、新しいネガシート買ってないっていうのもあるのかもしれないですけど、まあこういう感じになりますね。